吉田さん、おはようございます。立てば税金、座れば家賃、夜逃げするにも電車賃ということで、もうね、どこまで行ってもお金ってのが必要なんですよね。腹が減りゃ飯を食う、飯も金がかかるね。だからやっぱりこう、お金のことを考え続けるって、まあ当たり前のことなんですよね。無意識だろうが意識的だろうが、お金で世の中できていて、でお金をやり取りするから平和なのかもしれないですよね。でなんかこう、お腹が空いてパンがあるときにお金がなかったら取ってくるみたいなことになったり、暴力で奪うことになったり、自分が飢え死にないようにしようと思ったら、誰かにね、損害をかけることになりますからね。まあですんで、しっかりとお金を稼ぐって言ったらね、お金に注目がいきそうですけども、お金を稼ぐには自分が誰かの役に立ってありがとうっつって、そのお金をもらわないといけないですもんね。で今度は自分がお金を使う側になったら、お金を払ったらお金を受け取った人がありがとうってくれて、そのお金が行ったり来たりするたんびにありがとうが行ったり来たりするみたいな感じでね、世界は感謝でできているのかなと思います。まあ、ビジネスは提供と感謝っていうものの融合物だっていうふうに速稼塾では位置づけているんですけども、やっぱりね、ビジネスが成立すると、そこにはね、誰かが誰かに何かをあげて、で、ありがとうっていう気持ちがそこにあって、で、一度ビジネスが成功した間柄っていうのは、さらに信頼関係が強くなって、またなんかやり取りが始まるみたいなことあると思うんでね。そう考えたら本当、感謝の感だなと感じるばかりでございます。じゃあ今日も頑張りましょう。いってらっしゃい。